みなさんこんにちは、さきです。ハッピービログマスデイ15デイ15。おーい、みんなみんな、この人めっちゃ忙しそうだけど、この人何してるの？この人、おーい、この人眠たい。まだ9時だよ。そうね、うん、OK。 じゃあ今日はクエスチョンがあります。ダラン、What is the difference between Japanese house and Finnish house? Today is question day. So, tell me, what is the difference between Japanese house and Finnish house? That's what I ask to you, Dayo. Come on, answer the question. Ask to you, Dayo. I can already see this is gonna be one of our greatest videos. もくんはね、ベッドの上に行かないでほしいんですけどね。はい。このベッドのブランケットの上はね、もういいやっていうことになっています。 I wonder who let him go on the bed. ごめん。でもフィンランドの家はほら、インソレーションじゃない、インソレーション、そう、断熱がすごい。北海道のハウスはどうですか？多分同じです。Oh. I'm not sure if they have a radiator, but 多分フィンランドの家って壁のところにこうなんか熱湯が通ってるラディエーターっていうセントラルヒーターというものがあるんですけど、多分北海道にもあるんじゃないでしょうか。北海道の方見ていたら教えてください。北海道行ったことあるけど、冬に行ったことないから全然見たことがない。でも二重の窓になってるよ、ダブルウィンドウとダブルドアになってる。We don't have こたつ here。 こたつはないね。Takes up a lot of space on the floor, though. もうフロアに座る習慣があるから、日本は。Someone here would destroy the kotatsu pretty quickly. Someone, one of us three, would probably destroy it very quickly. Not sure who of us, but someone. じゃあフィンランドの家の好きなところはどこ？ The fridge, probably. フリッジ？なんで？ Yeah.That's where all the good tasting stuff is. 好きなところかな。いや、冬あったかいよ。家の中あったかいところはいい。Almost too hot. You know what? I'm working in the coldest room in the house. そうね。The funniest thing is, the 一番 funniest thing が、このバスルームが、ちょっと面白い。めっちゃ、一番あったかいよね。小さい部屋。ねえ、めっちゃ小さい部屋だから。めっちゃめっちゃあったかい。そうだね、家の中で一番あったかいのが1階のトイレね。だってあの小さい部屋に結構大きいラディエーターあるもん。しょうがないよ、そりゃそうなるよ。めっちゃ外から 帰りますの時、めっちゃあ寒いよ。多分トイレに行くの？トイレに座る。でもトイレあったかくないね。Not like Japan. フィンランドで家建てるんだったら、絶対に TOTO のトイレつけるね。なんでパナソニックじゃない？あ、パナソニックのトイレにする？日本の家は結構何でも低いよね。洗面台とかめっちゃ低いし、特に日本のうちの、襖はちょうどあっちくんぐらいのサイズだから結構いいよね。畳のほら、畳ルームのドアあるやん。あれは本当に You almost hit the head だよ。めっちゃおもろいよ、畳の部屋。トラディションだよ。でも畳いいね。このプラスチックフロアにもレイングアラウンドだよ。冷たいよ。しょうがない。でも日本のうちは結構寒いから、だって今アジなんてパンツ一丁で寝てるやんか。日本で着てるパジャマってめちゃめちゃモコモコのモコモコパジャマ着てるじゃないと寒いもん。で、このブランケットカバー、モコモコのブランケットカバーやし、これもモコモコのやつ引いてるし、じゃないと寒い。その辺はね、フィンランドの家いいところだね。悪いところは？フィンランドの家の悪いところは？小さい人のいっぱい問題があるね。日本のほら、covered is not that. はい。でも、if you're 150cm。日本でもフィンランドでも小さい人にとったら大変だね。そうだけど、私日本で平均より高いよ、身長。とりあえず身長163センチ2か3かそれぐらいで、いや、あいまノーマルハイトがあるけど。おめでとうございます。いや、でも届かないよ。上のところにね、バスタオル入れてるんですけど、それ届きません毎回。だからね、台がない時はどうしようっていう感じで、いつもねあちこに取ってもらっています。
2階のトイレのラディエーター夏も暑いいいねなんであれなんでずっと暑い来るから to dry it out, I guess, after shower. 乾燥させるためにやと思うんですけどトイレが冷たいお風呂がないウォシュレットがないの家の嫌いなところはある In most houses, the stairs are めちゃめちゃあ、急やね、確かに、mm. うん、特に古い家はそうやねフィンランドのステアーズはあのステップが小さいね、mm. うん、玄関がない、mm. エントランスがない You guys take off your shoes, but there is no place for that Depends on the house, actually My grandma has a shoe rack I mean, shoe rack はあるけどさあ、ここで靴脱ぐんやなってわかる、mm. I think 木 is destroying めっちゃYeah, that's a good way to end the video, actually. Okay. Yeah. ということで、今日はあのゆるくフィンランドの家と日本の家についてお話ししてみました。この人がめちゃめちゃ疲れているので、めちゃめちゃ疲れた。I wish we could sleep. 寝ましょう。じゃあね。バイバーイ。Yeah.